が400年というこの記念すべき年に、ユネスコの記憶遺産にこういった資料が登録されたということは、まあ、一つ政宗公にとって、まあ、それが本当の、まあ、心の中の願いでもあったのかなというふうにも感じているところです。正直子孫としましてはこれだけ仙台市博物館でも企画して展示していただいて子孫として本当に光栄で常長の方も喜んでいるんじゃないかとそういうふうに思います。